おはようございます。池田真子です。今日はこちらのキッチンの下の収納を見直していきたいと思います。で、今日はここから出張で、それまでは2時間があるので、ちょっと久々にゆっくりお昼ご飯を作りたいなと思ってます。で、朝起きてすぐは体の中から水分や栄養素が減ってしまっているので、水分補給も兼ねて不足しているタンパク質をプロテインで摂っていきます。今日はネイチャーカンフィットネスのプロテインを飲みます。はい、メイクや着替えも済ませて朝ごはんもできました。ではいただきます。アボカドはね、焼いたら美味しいっていうのを聞いて、最近ね、焼いて食べるのにハマってます。うん、食パンはやっぱ耳が美味しいですね。よし、ご飯を食べて洗い物をする前にグラノーラを作ります。その前にオーブンの予熱。もうこれは本当に簡単で、私もよく作ってるんですけど、ナッツにメープルをかけて焼くだけです。クッキングシートを敷いて上に並べていきます。はい、こんな感じで鳴らしていきます。はい、180度で予熱できたので焼いていきます。スタート。はい、じゃあ食後にこのチャコールのサプリメントを飲みます。このチャコールはデトックスをしてくれたりとか、血液をね、きれいにするサポートをしてくれるサプリメントです。はい、じゃあ早速キッチン収納をやっていきます。引っ越してきてね、とりあえずもう生活できるようにバンって入れた状態なので、今回このシンク下とコンロ下の収納を見直したいと思います。はい、では今のシンク下こちらです。本当に前で使ってたものをそのまま入れました。で、ちょっとね、ここが他に入れると高さがね、合わなくて入らなかったりとか、このね、扉の加減もあって、こっち側のものがすごい使いにくいんですよね。なのでちょっと入れ替えます。はい、ここがコンロ下です。こちらにね、タッパーとか置いてみたんですけど、よく使うのでここにあるとね、使いにくかったんですよね。でもこの辺はほとんど入ってなかったりとか、ここはよく使うものがあって、ちょっとこの場所もね、いろいろ入れ替えたいと思います。じゃあちょっと中のもの抜いていきます。このケースごと向こうにしよう。ちょっと一個だけケース追加します。はい、一旦完成したのでこちらです。向こうにあった棚をね、入れ替えて、こっちは全部もう見えるようなタイプにしました。スプレーの場所とかもいろいろ入れ替えて、ここがあるんですよ、本当にこんな感じでぴったりでした。で、ここが引き出せないんですけど、こういうケースだったらね、そのまま入れれるので、使用頻度の低いものとか、別にこう上からでもちょっと開けるだけで取り出せるものとかをここに置きました。よく使うタッパーとかは右側の扉の方が開けやすいので、こっち側に置いてます。はい、コンロ下がこちらです。ここはね、もうケースできっちり埋まりました。こちらは全体的に使用頻度が低いものだったりとか、あとね、ジップロックとか袋は、まあ、ここの位置だったらね、片方の扉を開けるだけで引き出せたり、上からさっと取れるので置いてて、こっちはね、もうほとんど入ってないです。これ普段使わないので置いてると、ここもほぼ空ですね。ちょっと1個だけ、これ冷凍庫で使うタッパーなので、隣冷蔵庫なんで近くに置いてます。この上は今は使ってないケースとかです。ちょっとね、配置を変えたので、またしばらくこれで生活してみたいと思います。はい、じゃあこれからお昼ご飯作ろうと思うんですけど、その前にこちらの CLA っていうサプリメントを飲もうと思います。 CLA っていうのはオメガ6脂肪酸っていうのが豊富に含まれていて、脂肪の吸収を抑えたりとか、脂肪の燃焼をサポートしてくれるようなサプリメントです。
なのでダイエット中だったりとか体型維持したい時にもぴったりなサプリメントです。さあお昼ご飯作りますよ最近ね無性にジャスミンライスが食べたくって、それで今回おすすめしていただいたカレーを作っていきます。そんなに洗わなくていいみたいで、このまま流します。ちょっと弱火から中火にしてこのまま3分から7分煮込みます。グリーンカレーできました。いただきます。初めてやから楽しみ。確かに辛い。なかなか辛いですね、これ。あ、でもなんか代謝が上がりそう。おいしい。うん、優しい。口に入れた瞬間、甘って感じるのに、後からめっちゃ辛いです。あとね、今回ご飯は茹でて作りました。普通に炊飯器で炊くっていう方法もあるみたいなんですけど、お鍋でもね、全然できました。おいしい。うん。じゃあちょっとご飯ゆっくり食べて、後で出張のパッキングをしていきたいと思います。よし。パッキングはね、前に5分パッキングっていうのをね、アップしたと思うんですけど、ある程度もう準備はね、常に備えてあるので、そこに足りないものを入れていくだけです。よし。ちょっとバッグも入れ替えていきます。お仕事の時はね、なんか大体こちらのバッグです。あ、ティッシュがもうなくなるな。ティッシュアルコールスプレーも忘れずに。こんなもんかな。あ、ケーブル。はい、こんな感じで準備できました。あとはね、こちらさっき作ったナッツも持っていきます。おやつに食べれる。はい、では最後に改めて今回動画に出てきたネイチャーカンフィットネスの商品について紹介していきます。はい、まずこちらクリアホエイプロテインアイソレートのベリーです。これ1キロ入ってます。これは1スクエアあたり 21g のタンパク質を摂取できて、糖分や脂質はほぼゼロのプロテインになってます。で、飲み方は1スクエア分と 300ml の水で飲みます。ダイエットで食事制限などをすると足りないエネルギーを補うために筋肉が分解されやすくなります。で、筋肉量が減ると基礎代謝量も低下してリバウンドしやすくもなります。なのでダイエット中こそこういうプロテインでタンパク質を補うことで、そういう悪循環も防げると思います。で、飲むタイミングとしては朝起きてからとかトレーニングの前後に飲むのがいいみたいです。はい、次こちらビーガン CLA 括弧強液リノール酸ソフトジェルです。これはね、オメガ6脂肪酸って聞いたことある方もいるかと思うんですけど、 CLA は脂肪の吸収を抑えたりとか脂肪の燃焼を促進するサポートをしてくれます。ダイエットを頑張りたい方や今の体型を維持したい方、あと普段から運動量が少ない方でも取り入れやすいサプリです。CLA ってね、体内で生成することはできなくて、まあ、一応お肉とか牛乳にも含まれてるみたいなんですけど、まあ、十分量をね取るのは難しいっていうことなので、そういう分をサプリメントで取れるのは嬉しいですよね。で、飲むタイミングは食事の前やトレーニングの前に1日2粒飲めます。はい、次こちらチャコール括弧活性炭です。この活性炭はデトックスだったり血液をきれいにする作用が期待できるサプリメントです。
体に溜まった毒素や老廃物を排出して腸内環境の改善につながるサポートをしてくれます。食後のねぽっこりお腹の解消とかにもいいみたいです。で、飲むタイミングは食前か食後で、私はねこのサプリの時はなんとなくトイレが近くなる気がします。はい、次こちらです。ロディオーラの葉酸入りです。こちらは健康的なライフスタイルを目指す方におすすめのサプリメントです。これはね、ロディオーラアゼアっていう黄色いお花のハーブが使われていて、疲れに強い心と体をサポートするっていう風に言われていて、欧米では人気の高い健康補助食品です。代表的なのは筋分解を抑えたりとか体脂肪減少を促進する効果が期待できます。他にも免疫機能の向上だったり集中力とか記憶力の向上も期待できて、ダイエットをしている方だったり日常的にランニングをしているっていう方とかにもおすすめのサプリメントです。でこちらはねちょっと軽い刺激があるので、就寝前以外の空腹時に飲むのがおすすめです。サプリメントってね、こうすぐに効果を実感するっていうのは難しいかと思うんですけど、続けることで数年後の自分のためにもなるのかなと思ってマイペースに続けています。でちなみになんですけど、私はこんな感じで上にねそれぞれラベルを貼って一目で分かるようにしています。こうすることでどんな効果が期待できたりとか、1日何粒飲むかとかね分かるので、見ながら取り入れています。最後にお得なお知らせです。私もね日々サポートしていただいているシーベリーオイル、前にも紹介したものがあると思うんですけど、あちらと同じクーポンコードで MAKO15 っていうのを入力してお買い物をしていただくと、セール価格からさらに 15% オフでお買い求めいただけます。ネイチャーカーの商品についてはもう私今では欠かせないぐらい愛用していて、すごく気に入っているので、まあ、今回のネイチャーカーフィットネスの商品とも合わせて一緒にチェックしてみてください。ということで、この動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。